惑星ベジータのベジータ王子。幼少より類まれなる戦闘力を有し、同族のみならずフリーザ軍の中でも注目を浴びる存在であった。しかし彼もまた数奇なる運命を歩み始めることになるのである。これはその始まり、果てしなき物語の一端。この程度が限界か。つまらないな。もう終わらせてしまうか。ふざけた真似を。もう終わりか。バカな、あの強化栽培マンたちを。何がバカなもんか。ベジータ様はあれでも手加減しているぐらいだぜ。末恐ろしいガキだ。終わったぞ、早くゲートを開けろ。了解。さすがですな。ふん、くだらんおべんちゃらはよせ。こんな星にいたんではちっとも強くなれない。フリーザ様にどこかまた占領する予定の星を一つもらえるようねだってみるかな。またですかい。ん？よう、ベジータ、今日もつまらんトレーニングか。ずいぶんとお暇なんだな、サイヤ人の王子様は。な、キュイ、貴様こそ暇なようだな。そのつまらん俺に会いに来るほどにな。チッ、相変わらず口の減らねえやつだ。せっかくお前の相手をしてやろうと思ったのにや。相手だと？貴様がか。なあ、そうだ。知ってるか？ここ最近俺様とお前とがライブ。どうやら戦闘力が近いからってことらしいが、この天才キュイ様とたかがサイヤ人の王子様。たかが？今の言葉は俺はベジータと話してるんだ。三下は引っ込んでろよ。どうだ、ここらで白黒つけとかねえか。いいだろう。しかしベジータ様はさっきまでトレーニングを。かまわん、あれは準備運動にすぎん。それにこれくらいのハンデをくれてやった方がやつのためだ。しっ、つくづくイラつかせやがるなてめえは。だがそんな口を聞けるのも今日までだぜ。準備が整いました。いつでも始めてください。やりすぎちまうかもしれねえ。死ぬ前にちゃんとこうさ。その言葉そっくり。え、俺の力を見せてみろ。その全てを俺が上回ってやる。大した度胸だな、キング。その根拠のない自信だけは評価してやってもいい。悪い野郎だ、イラつかせやがる。お互い様だ。ほかしても遅いぞ。ストレッ、なん、なんだ。浮き止め。なんだ、こ
栽培マンどもではここまで楽しめなかった。少なくとも栽培マン以上だ。このであるてめえ、なめた挑発してくれるじゃねえか。だったらもっと本気で来ることだ。本気を出す前にやられてしまってはつやつだろう。ジーチすまえ。俺と貴様がライバルという噂が流れているんだったか。だがこの程度では話にならんな。貴様はたかがサイヤ人の王子にも劣る存在だ。そんなこと。これで頭の悪いお前でもどちらが上か分かっただろう。そんなバカな、なぜお前ごときがこれほどの力を。俺はこれまで絶えずトレーニングを続けていた。たとえ栽培マンのような雑魚相手でも少しでも強くなるために手は抜かずにな。貴様のようにぬくぬくと過ごしていたわけじゃない。お前は俺より弱い、分かったな。いいだろう、今回はこれで見逃してやる。今回はてめえがトレーニング後ってことで少し手加減してやっただけで、次は必ず貴様を潰す。手加減抜きで本気の力でな。次とは言わず今でも構わんぞ。は、俺はこれから仕事があるんでな、貴様の相手をしてやる暇はもうないんだよ。いけ、覚えている。近いうちに必ずお前をズタボロにしてやる。あのもうよろしいのですか。うせえ、俺は忙しいんで。いや、正直スカッとしましたぜ。やつがくだらんことを言うから立場の違いを分からせてやっただけだ。サイヤ人の恐ろしさを味わって今頃きっとめちゃくちゃ悔しがってますよ。だが奴の実力は偽物ではない。おそらく次に会う時はさらに強くなっているだろう。そうでなくては奴の存在理由はない。俺が強くなるためにせいぜい利用させてもらう。そのためのライバル関係という言葉は案外都合のいいものかもしれんな。おおさすがはベジータ様、そこまで考えているとは。あのベジータ様。なんだ。実は先ほどのトレーニング中に連絡が入っておりまして、地上げに向かう次の目的地が決まったようです。ほう、いいタイミングだ。久しぶりに大暴れできるぞ。腕が鳴りますぜ。出発はすぐになさいますか。それなら私の方から係員に連絡をしておきますが。いや、その前に挨拶に行く。挨拶？誰にですかい？なんだ貴様、何しに来やがったんだ。ここは貴様のような奴が入ってこれる場所じゃないんだぞ。俺はフリーザ様に出発のご挨拶をしに来ただけだ。その必要はない。さっさと言われた星の地上げをしてこい。いいんですよザーボンさん。フリーザ様。ベジータ、しっかり働いてきてくださいね。ありがとうございます。礼には及びませんよ。フリーザ様は何と。しっかり働いてこいとのことだ。はは、しっかりとね。え、ま、ベジータ様と俺なら問題ありませんな。
まだ到底及ばん。だが、必ず。それでは発進します。お気をつけて。さて、どうやって攻めていきましょう。大した戦闘力はないようですが、かなりの人数が一箇所に集まってるようです。ほう。その他にもいくつかまとまった反応がありますぜ。そこを攻めて力を分散させてもいいかと。まあいい。いずれにしても今回は別行動だ。ナッパ、お前は俺とは逆側に攻めろ。いや、しかしそれだと距離が離れすぎて互いにフォローができませんぜ。フォローなどいらん。ただ突き進めばいい。はあ。もしこんなところで死ぬのならそこまでの実力ということだ。脆弱なサイヤ人など必要ない。わかるな。はい。そろそろ始めるとするか。いいな。手加減はするな。サイヤ人の力を存分に発揮しろ。行くぞ。はい。さて、どこから遊んでやるかな。この俺に狙われるとはつくづく運のない奴らだぜ。ザコ。さて、ぶっ潰してやるか。じゃあさ。ゾロゾロと集まってきやがったな。少しは楽しませてくれよ。さてと、お手並み拝見といこう。どいつもこいつも大したことないな。さってやる。さってやる。バカバカしくなってきたぜ。今日はウォーミングアップでおしまいになりそうだ。ナッパ、状況を報告しろ。はい、こちらは2割ほどかと。派手にぶっ壊れやがった。ベジータ様、
そっちは大丈夫ですかい？ナッパよ、そんなことを心配する暇があるのなら一人でも多く片付けることだ。はい、すみませんでした。通信終わります。一匹残らず殲滅してやる。そうじゃ。どんな大勢超エリ、ここが貴様らの墓場だ。しざってじっくりと痛めつけてやる。つまらないでバカに。次はフリーザ様にもっと楽しめる星をお願いしないとな。終了だ。ここもあっさり終わったな。次に行く前にきれいに掃除してやるか。ベジータ様、こちらは順調に進んでますぜ。この星のやつらは数が多いだけで戦闘力は高くないようだな。しかしこれならわざわざ俺たちが出向かず他のサイヤ人で事足りたんじゃないですかね。確かにな。だがせっかくフリーザ様が用意してくれた星だ。存分に楽しもうじゃないか。さてこの辺、さあ何匹でも。よっしゃ。全部まとめて崩壊しても遅いぞ。よっしゃっけ。条件がいい。
超エリートに遊んでもらえるんだからな。しゃってやる。どうした、その程度か。もっと俺を楽しませろ。サボってないだろうな。もちろんです。これで残党もいないだろう。肝に銘じます。俺はこれから残ってる奴らを片付けに行く。いってらっしゃいませ。もうこの星もかなり片付いてきたな。あとは一気にやってしまうか。ゴミどもがうじゃうじゃ嫌がる。ここを潰せばこの星の制圧は終わりだな。逃げても無駄なのは知っているようだ。遊んでやるか。
姿まるで手でかいのかい。だが俺は容赦せんぞ。どんなゴミが相手だろうが徹底的に突き潰して、サイヤ人に狙われたことを後悔するんだな。そんな気持ちでは俺を止めることはできん。この星ももう終わりだな。つまらん星だった。ナッパ、戦況を教えろ。ああ、はい。まだ交戦中ですが、8割方片付いたかと。そうか。ならそのまま最後まで潰せ。こっちももう終わる。了解しました。締めだ。
ふう、終わったか。あとはベジータ様と合流を。あ、フリーザ軍からの連絡か。珍しいな、向こうから連絡をしてくるな。ナッパだ。ああ、聞こえるぞ。ベジータ様、聞こえますかい。なんだ。たった今フリーザ様より通信が入りまして、なんでも惑星ベジータが消えちまったそうです。ほう、それで。原因は巨大な隕石が衝突したとかで、生き残ったサイヤ人も俺たちを含むごくわずかだとか。ふーん、それで。いや別にそれだけです。この惑星もほぼ全滅だ。フリーザ様にもう少し手応えのある星をお願いしなければな。この時は惑星崩壊の真の原因について知る由もなかった。しかし意志への疑念を覚えたベジータはさらなる強さを求め戦いに身を投じ続けるのである。巨悪フリーザ、そして下級戦士カカロット、三者三様の思惑が交わる来るべき未来に向けて。